これは前奏をつけるんですか、この終わりの方を。そうですね、そうです、発声からです。あ、すみません、ね、それでここのこの3枚目の曲ね、はい、これ1音ゲーで上げると、はい、ソまで出るんですよ。で今日はね、上げた楽譜ないのでこのままでいいんですけど、はい、だから発声の時にソまでやってくれますか。低いですね。そうそう、そのもうちょっと前からやってくれ。そうはここですから、もうだからそんなに出ないんじゃないかと思うけど、まあ、いいけど、もう少しね。あ、半音階か。はい。
ね。なんか分かんないからね、やっぱりね。飲んでいかない、放送するとか飲んでいかない。うん、あ、なるほど。放送して入って大丈夫。あ、俺らが言うんだったら、まあ、その素晴らしい会社って飲まれる。すごい躍進だよね。私も1時までテレビ見てたのに、もう大阪とかあの北海道の話ばっかりでさ、で、千葉テレビ見てても全然読めないよね。なんか千葉テレビ見ればよかったのか。NHK ばっかり見てた。船橋テレビ船橋も見たけど、全然言わないんだよね。もうあのあればっかり。テレビ船橋あかん。これはじゃあ21チャンネル。天気予報が出るけど。当選したけど、何秒とかが分かんない。何万秒とったか。それがずっと出てたのに、もう本当にね、あの、普通に扱われて、千葉県一番低いんでしょ、当選率は。なんか、37% とか4%。だから、ダメなんだよね。やっぱり、どういうことやっぱりもうね、でも、あ、小稲さんさ、中身も美味しいし、美味しいね。私がね、もっと濃くしたいね、私は味を。これね、濃くしたらいいんだけどね、たくさん食べてもらおうと思って、味を薄くしてさ、ね、すごく太るんだってね、小稲さんは。そう、うん、お酢入ってるから大丈夫じゃない。いや、カロリー高いんだって。あの。だって甘い大好きだから、いっぱい食べちゃうから、作れないの、怖くて。あの、だから、お稲荷さん作って、子供たちはまあいいけど、主人が手出すと、やだ、食べないととか思うんだもん、心の中で。そんな好きなの、うん、あの、売ってるのはダメ。美味しくないね。甘すぎるしね。私あまり好きだけど、あれは嫌だな、言ってんの。あのうちの会社が作って持ってきてくれて、あの焼いてね、お醤油いっぱいつけといて、お醤油つけて、でそれをあの油引かないで素焼きにして、フライパンすぐ炒むからって言ってたけど、素焼きにして、そして普通の白いご飯をにあの真っ赤にと握って、真っ赤に唐辛子を、一味唐辛子をつけて、放り込んでね、お醤油とその、とんがらしてとっても美味しいのよね。辛そう。辛いからいくらでも食べられるっていうか、だから甘くないお稲荷さんしてってよく言うけど、たまにはね、お酢のもの食べさせないって、このメタボがさ、しょうがないでしょ。いや、お稲荷さんはメタボには全然ダメだよ。いや、ダメなの、ダメだって。だからお酢が入ってるからいいかと思って。全然だ。大丈夫ですか、ニタ。大丈夫。すごいよ、ラーメンで2人前ね。あの2人前じゃ前にね、こんにゃくかなんか食べたらいいから、それからラーメンになるね。で、ね、あの千キャベツかなんかそれでお腹いっぱいにしといて、あとお肉食べると、先お肉だけ食べるようになんでね。それ私昨日あれ作ったの、豚の角煮。なんで言って、あのそれでこんなこの前作ったのに煮るとちっちゃくなるでしょ、で卵入れて増やしたりして、うちも男の子だからね、よく食べるわ。お肉好き、やっぱり好き。あと唐揚げとね。ああ、唐揚げ食べないね、このね、買ってきたの美味しいね。買ってきたの美味しい。私のところはね、唐揚げはね、ニンニクと醤油と砂糖だけで好きんですよ。ああ、生姜入れないの。ああ、
生姜のニンニクだからすごいね、うん、臭い。いいかもわからないね。うん、美味しいは美味しいけどね。ニンニク生姜ってって、余裕出てないってことだよね。うん、あ、これは、うん、ここに入れて。お料理はダメだよ、笑われるな。笑わないんだけど、私には継がないでと思って。そうだね。ウコンの匂いがするかな。ウコンの匂いがするね。そう、これウコンの匂いするの。なんかよくか薬草みたいな。薬草みたいな感じよ。じゃあ先生、何かのそっちに楽譜持っていきますか。もう3Lか4Lのがあったら見つけて買ってくる。お腹の痛い。でもこれこういう譜面です、面です。でもこれうまいないでしょ、こんな感じです。テンポは？この声ですね。違いますね。ね、違うね。ミュージック、ワン、ツー、スリー、フォー、サン、シー。これはあの下歌ってるんですか。サン、ハイ、ニー、サン、ハイ。ですよね、あの後半だけ繰り返してですよね。じゃあもう一回ワン、最初からワン、ツー、スリー、フォあの、この高いのこのままでいいですか、真ん中に。どこ、あのリピートしてこの。そうなんだって、それはね、あるともこれやるんだって。あ、そうですか。じゃあもう一回始めからね、ワン、ツー、スリー、フォですか。じゃあもう一回やりましょうかね。じゃあ今度ね、1番歌ったら2番で4回歌うから、これ1番歌ってリピート、それからそしたらまた元に戻して4回戻るわけですね。 4回やるんで、じゃあ行きましょう。ワン、ツー、スリー。
のところが島まで上がってないって時々注意されるので、じゃ あの後半で見ましょうか。はい、じゃあそこの1,2,3,4 これは C ですけど、これも出てるんじゃない、これは C だけど出てるよね。 C 1,2,3,4 これ二乗説明のあったんですか、これは。そこは春春春のり春春のりこんな感じかな。じゃあいいみたいね。いいです。じゃあこれもお願いします。これ私歌詞を出すので。いいですよ。いいですよ。どうやろ。どこやのこれ。どうやろ。はい、黒ポチ書いてきたけどどうですか。これ待って待って待って、これ前奏があった。あーですよね。テンポもう少し早いのかな、これな。もう少し歌う。向こうですか、まあね、しばらくしてここ帰って。
ことはないんですか。元の曲知らないから私の伴奏は感じられてないかもしれないけど、なんか恐る恐る歌ってますから、あの、まあ、はい、音程が恐る恐る歌ってもう一回ね。お母さん音程割りして、ほら、あなたがなくなってしばらくして庭のバラが咲いて気づきました、少しほら恐る恐る歌ってるから、まあ、あの ね恐る恐るじゃなくてね、あの気持ちを込めたつもりだった、うんうん、だからまあかりっていうか、ね、語り、まあ、うん、これの、これね、これなんか出るこうやつの披露してた先生が教えてつないでるんだけど、ちょっと長いからこれ2回これめくるときにありしますけどね。
これね、こういうところでこうしといて、あ、これここでこうして、これでもコードネームがないけども、ないの見て、これは先生にコードつけといてもらう？違う。これはメジャーですよね。F だね。ワン、ツー、ワン。少し一回これ、これ、かなり一回なんかどういう曲かちょっと変わんないこれな、あれこれちょっと歌ってみる、キボイラチンガレラグラチオサコルタベラシドリエコ、これはあの今歌ってるのちょっと半音高いんですか、ちょっとあ高い、あのね実はこれをね弦にしてあの弾いてるの先生が、だから、ね、ということはあのこれを一応上げてってことですよね、そうだけども止めこの楽譜今度持ってくる、上げた楽譜を私が音がだからあの一応高かったりしてるかしら、F で弾いていいよ今日はね、F で弾いてしょうがないですね、マイク一応あのこれ入ったけどあの一応低いからそれパッと出るかっていう、まあこれこれはこれ小説何小説だろう、前奏は1,2,3,4,5,6,7,8 小節ですけど、はい、これでほら、はい、じゃあ、ね、数えていきます、ワンツーワンツなんかおかしいかな、なんかおかしいだ、なんかおかしいですね、テンポが、これは4分の2、もう1回、じゃあ前奏なしでそこから入って、はい、1,2,1,1 何とか言って1,2 はい、なんかちょっとこれはお母さんの声、お母さんに聞いたってしょうがない、元のテンポがね、どんな歌だろう、ね、あのねこれジプシー女のお望みの方はどうなったっていうことで、どんなでこれ作るのね、歌ね、これポーズついてるの止まって、そうだ、ちょっとポーズつけるの、やってはい、早うで、じゃあちょっとだけ